子猫の地位が始まるよ。下準備はこれくらいでいっか。お母さん見っけ。ちぃ、もう来たの。お母さん何着てる？お母さんは忙しいからあっち行こうね。にゃーにゃー。はーい、おとなしくしててね。ふっ、いつもなら遊ぶのに。おい、これどうかな。お父さん見っけ。いいんじゃない。色はこれでいいかな。うん、ちぃらしいわね。お父さん何着てる。お父さん仕事中。そら、載せるかどうか迷ってる写真があってね。ああ、フラッシュで脅かしちゃったあれ。そうそう、あの写真いい表情なんだよ。ノブエノブエノブエ。くっ。
最初からやり直しだ。ちーすごいでしょ。頼むから邪魔しないでくれ。あ、せっかくお手伝いしたのに。傭兵、これ片付けてね。はーい。はい。あとこれ。落とさないようにね。平気平気と、遊びたいの？あ、はい。お気に入りなんだ。コーンのボーラー。え？ちょらいちょらい。う、にゃー。にゃー。ちー。にゃー。ちーってば。にゃー。ちー。はっ。うわ。派手にやってくれたわね。金色のがない。え、あれ、にゃー、どこだ。にゃー、うーん、にゃー、ここかな。にゃー、ちー、あっち行ってて。にゃー、ちー、邪魔だよ。にゃー、ちー、ちーのせいだ。ちーのせいで亡くなったんだ。うん、はい、やー、なんか傭兵怒ってた。ちー、クライナー。にゃにゃ。おお、そんなことがあったのか。面白かったのに、なんで。きっと人間がされて嫌なことをチーがしちまったんだろう。人間と猫は嫌がるポイントが違うのさ。人間、猫、何それ。もしやチーは自分のこと人間だと。チー、俺たちはな。暗いな、面白いよ。ま、行く。次は何して遊ぶ？そろそろ帰るぞ。もう？家族が待ってるだろ。そうかな。チーのせいだ。チーのせいで亡くなったんだ。うん。チー帰んない。絶対帰んない。わかった。じゃあ一人で遊んでるんだな。俺はあったかい家に帰って、美味しいご飯でも食べるとするか。ご飯？そうだ、ご飯だ。ご飯、今日はカツオかな？ご飯、マグロかな？それとも…チーもご飯。チー帰るね。バイバイ。チー、1ヶ月おめでとう。チー、おかえりなさい。あら。
やっぱり怖がっちゃったじゃない。喜ぶと思ったのにな。チー、ごめんな。はい。今日はチーと出会って1ヶ月の記念日だろ。朝から準備してたんだよ。チーの好きなごちそうもたくさん作ったわよ。はおいしそうに食べてる。作った甲斐があるわ。チー、これも見てくれ。チーと出会ってからの毎日をアルバムにしたんだ。力作だぞ。猫にはわかんないか。もう意地張ってないで仲直りなさい。ずっとずっと大事にしてたんだ。なのにチーが。にゃ？ふん。よーへー。にゃー。ふんふんふん。わかったよチー。仲直り。にゃー。で新しいおもちゃを探す冒険だって。いいのが見つかるといいな。次回、チー止められる。頑張れチー。にゃー。